前回のあらすじ、第一次世界大戦でイギリスとフランスが敗北し、ドイツ帝国が世界の覇権を握った1936年、覇権国の交代という事件は、世界の秩序に大変動をもたらした。敗戦国であるイギリスとフランスは共産化し、ロシアは軍事政権化した。さらには、アジアから欧米が消えた今、中国でも本格的な内戦が勃発、極東にも変革の嵐が訪れていた。その様子を傍観する大日本帝国は、中国内戦への介入を決定、軍閥勢力に援助を開始した。しかし、戦争の時代が訪れながら国力不足を憂慮した改革派軍人が決起、515事件の発生である。海軍軍人は首相官邸に押しかけ、厳格な立憲君主制を唱える犬飼剛首相を銃殺した。結果的に反乱者は逮捕されたが、皇軍を神格化する国民からは暗殺者を英雄視する声が上がり、日本各地で無罪化を訴える抗議運動が起きた。しかし、民主主義の保全のため、政府幹部の強い意志により、史実とは違い参加者全員が死刑となった。肥大化する軍部は依然として日本政府に軍刀を突きつけているが、政府関係者はそれを跳ねのけようと懸命に努力している。軍事政権と民主主義の瀬戸際に立つ大日本帝国だったが、国内の分裂を抑えきれなくなったアメリカで内戦が勃発、太平洋にもその混乱は到達しようとしていた。欧米情勢の変動に合わせて、大日本帝国に勤める霊夢とマリサは、中国内戦へのさらなる介入を実施しようとしていた。日本の外交官は何と言っていた？必要と判断した場合、国際法に準拠して援助すると言っていましたが、いずれにしても我々への援助は消極的です。のらりくらりと話をそらしてくるな。ブラジオにいる商人が内戦の戦火を避けるために作り上げたトランスアムール。日本政府の庇護下になければ、すぐにでもロシア共和国の攻撃が行われてしまう。しかも経済も日本との貿易、占領したシベリア鉄道の運営で支えられてますからね。我々は日本の属国同然だ。だが目先のプライドで全てを失ってはいかん。逆に日本を利用し、必ずロシア全土を奪還する。まずは内側から対処だ。トランスアムールが今抱えている内乱の予兆をなぜ日本は傍観してるのだ。日本政府はロシア共和国と穏便な関係になるため、我々との関係を薄めようとしています。非合法国家とつるんでいると思われたくないわけだな。総督、通称ハンコルチャーク派の情報ですが、日本軍によって援助されているとの情報があります。どういうことだ？日本は我々と関係を切ろうとしてるのではなかったのか？どうやら日本も一枚岩ではないようです。日本軍と日本政府が対立しているようで、軍部の中も派閥争いが起きている模様です。今回のクーデター疑惑も日本の軍人の一部が行っているものかと。クーデター疑惑を抱えているのは我々だけではなく、日本も同じということか。あの大国はどこに執着するだろうか？大日本帝国万歳、どうもこんにちは。大日本帝国陸軍大臣を務める霊夢です。海軍大臣を務めるマリサだぜ。時間は1936年の7月からスタート、515事件対処後だね。世界情勢を見ながら時間を進めていくよ。まずこちらは日本が支援する暗記軍閥の状況。普通に劣勢です。精神注入棒が陸軍にも必要かな。悪い方向から取り入れるのやめて。殲滅される前に山下将軍の派遣部隊は撤退させようと思うよ。ここで奉天政府は四川で発生した飢餓を利用し、食料供給で影響を強めようと画策。その際に日本国旗を使いたいと言ってきた。ただのよかる狐だな。奉天政府とは仲良くしたいので許可と列強の租借地連合である条約都市でもこの飢餓が話題になったよ。条約都市3カ国で投票が開始。ドイツ、オーストリア、アメリカ、オランダ、ベルギー、そして大日本帝国が投票権を持つよ。人道的な我が国はもちろん賛成。大和魂も追加しちゃうよ。精神輸出やめろ。中国の門戸開放は介入を強める日本には好都合なので。本音出ました。結果的には賛成多数で可決。8月の半ばになると海軍 NF 取得完了。コストが上がる代わりに海軍の基礎能力がかなり上昇するよ。これは嬉しい。次は15万人程度の海軍用の陸戦兵力が欲しいところ。日本陸軍を頼って。中国内戦を見てみると、日本軍が撤退した暗記軍閥は敗北。一方で現実世界では台湾に逃げ込むことになる国民党の左派が南部から進軍してるね。大新帝国は傍観を貫いてるな。ここでドイツ領インドシナで共産革命が発生。これはドイツの支配を追い出すチャンス。共産主義のインドシナ連邦に軍事援助するよ。共産主義は日本の敵では。だからドイツを追い出した後、インドシナ連邦も日本が打倒するよ。大東亜共栄圏どこ行った？ということで一個師団を早速派遣と。ここで奉天政府が日本国旗を乱用。奉天政府に日照機の使用を許可した人物は腹を切るべきでは。海軍さんがまた何回言い始めた。そして場面変わってヨーロッパ、ドイツ帝国の勢力圏のベルギーで共産革命が発生。ドイツ帝国が反乱を鎮圧しようとすると、フランスが援助する仕草を見せて、第二次世界大戦の危機が迫ったよ。結果的にはフランスが引いてドイツが鎮圧。戦争の危機は回避されたぜ。だけどいつ大戦が始まるかはわからないよ。一方でまた中国戦線に移ります。勇猛果敢なる日本軍は中国軍を撃破。前進に前進を重ねて山東半島の制圧目前に迫られる。大本営発表が流れ始めた。中国は陸軍のいい訓練になるね。この国家で陸上演習するな。アメリカでは史実と反して社会主義者のジャック・リードが当選。これは一波乱が起きそうだね。失礼いたします。大米大使館からの報告。アメリカ合衆国は内戦状態に突入しました。それは本当か？
すぐに対応策を取ろう。各大臣に閣僚会議の出席を要請してくれ。失礼いたします。本当によろしいのでしょうか。大工場の非常時だ。相乗りぐらい大した問題ではない。運転手出してくれ。霊夢君はどうした。参謀本部に資料を取りに行っており、個別で首相官邸に向かうとのことです。それで君が一人なわけか。それにしても本当にアメリカで内戦が起きるとはな。社会主義者の大統領の当選が分裂の決め手になったようです。また社会主義者か。サンディカリズムめ、どれだけ乱せば気が済むんだ。しかし気がかりであるのは軍部も同様だ。515事件からまだ半年程度しか経っていないにもかかわらず、クーデター疑惑が絶えない。海軍大臣から見て内部はどうだ。正直なところ芳しくありません。残党国会に絶望し、皇軍の名を借りてクーデターを夢見る若い将校が多く、海軍内の不穏な空気は絶えません。そうか、陸軍についても何か聞いているか。霊夢大臣からの話によりますと、大陸派遣軍である関東軍の暴虐の予兆があるとのこと。石原にそそのかされた連中か。本当は一斉調査をしたいところだ。しかし軍人を逮捕したら国民が黙っていない。世論との調整が必須であるのが民主主義の難点ですね。天皇陛下は寡黙であられる。現状、軍人を抑えることができるのはまた軍人だけだ。海軍大臣と陸軍大臣の役目ですね。締め付けすぎるとクーデターが発生する。だが緩すぎても軍部の台頭を許してしまう。君たちには難しい役割を押し付けてしまったな。いえ、このような大役を担えて光栄であります。そうかって。アメリカの情勢に話を戻すが、ハワイで独立の動きがあるらしい。我が国としては強気の外交を取るべきだ。ちょっと待ってください。路地に誰か出てきていません。鈴木喜三郎は首相に就任してから7ヶ月後、515裁判に反発した陸軍軍人によって銃撃を受けた。この事件で鈴木首相は死亡、運転手も重傷であったが、偶然同乗していた海軍大臣は無傷であった。この暗殺事件を受けて鈴木内閣も瓦解、日本政府は組閣に奔走するのだった。本当に災難だったね。守れなかったのが惜しい。気づいた時には軍服が首相の血でまみれていた。あの時もっと強く出ていれば。マリサは次の内閣でも続投になるようだけど、気持ち的に問題はない。逆に覚悟がついた。軍人の脅威はすぐそこまで迫っている。我々がここで折れれば、統制派や行動派の思うつぼだろう。鈴木首相の死を無駄にはしない。我々も切っていった政治家同様に、命を懸けて日本の秩序を守らなければ。大臣、会議の準備が完了いたしました。どうぞこちらへ。その後の午前会議で以下のことが決められた。まず新内閣総理大臣として昭和天皇のお墨付きである海軍将校斉藤誠が就任。日本が民主主義の砦になることを宣言した。また大蔵大臣には世界恐慌である通称ブラックマンデーに対応するため近代日本経済の創始者である高橋惟清が就任。さらに外務大臣には史実でもアメリカに高く評価された外交手腕を持つ秀原喜十郎が就任。文部大臣には以前から大臣着任を囁かれていた吉田茂が就任し、行動教育から民主主義教育に舵を切った。軍部大臣に関しては霊夢とマリサで続投が決定。結果的には戦前日本の基本民主主義体制であった憲政の共同はテロによって妨害されたが、有能な政治家による盤石な政治体制が樹立し、さらには与野党による挙国一致内閣も成立。この新内閣の影響で、天皇による新秩序を目指す行動派や、高度国防国家を目指す統制派の暴虐は弱体化していった。大日本帝国は民主主義保全に本格的に動き出したのである。首相就任おめでとうございます、斉藤誠殿。ありがとう。天皇陛下に組閣の大命を仰せつかった今、大日本帝国のために全力を尽くしたい所存だ。本当に頼もしい限りです。良き理解者である陸軍大臣も頼りにしているぞ。全力を尽くしてまいります。今後の国家の方針はどうされますか。米国が内戦で崩壊した今、アジアの秩序は崩壊しかかっている。この機会に日本の勢力を拡大させるぞ。日本を中心とした新秩序を目指すわけですね。欧米に協調していきたいところだが、今や合衆国は消え、イギリスは共産化した、ドイツ帝国は植民地政策を続行している。この機会に我々は合法的に、なおかつ大国に睨まれぬようにしながら、アジアに独立をもたらし、一方で対価として権益を得るべきなのだ。利害は一致しているわけですね。ひとまずは東南アジアは後回しだ。根本とした中国の安定化を目指す。我々の友好である奉天政府を中国の正当な後継者にするよう積極的に介入政策を取る。了解いたしました。もちろん東南アジアでも機会があれば入り込んでいってくれ。日本が自由と民主主義の砦になるよう精一杯頑張っていこう。私も随人してまいります。日本がアジアの希望となるように。新しい大日本帝国万歳。政治の動乱はやっと抑えられたので、外交政策を再スタートしていくよ。アメリカの動乱でハワイとフィリピンが独立したけど、この機会に太平洋への進出を決定したよ。ということでグアム割譲、太平洋の重要な拠点となるな。ドイツ帝国の太平洋諸島を奪いましょう。対外協調外交どこ行った。四つどもえになったアメリカ内戦ですが、アメリカ合衆国が次々敗退。降伏は時間の問題だね。社会主義のアメリカ労働組合連盟、南軍の後を引きずるアメリカ連合国、自由主義のアメリカ西岸国の三強になりそうだね。どれが勝つかは予想もつかないな。ここで
て上海条約都市にも動きが、アメリカの崩壊で実質的に東アジアを制圧する日本が主権を握ったんだな。アジアのためにアジア人を、その話題に上がった中国ですが、現在は上新天国を支援中。名前的に少し異様な感じがあるが、大丈夫、実際はもっとヤバいから地獄かな。簡単に言えば宗教国家だね。仏教や儒教、キリスト教などとは違う新しい宗教を唱えているよ。少し怖い感じはあるな。だけど他には社会主義の中国国民党にドイツ帝国の配下である南京軍閥しかなくて、これぐらいしか入り込む余地がないよ。悲しいね。国家方針取得完了、女性参政権に立憲教育など民主主義ルートを貫いていくよ。一方で国内経済においては民需向上が一通り完成、ドイツ帝国海軍に匹敵する海軍を作るため造船所を最優先で建設後、軍需向上の数を揃えていくよ。これで満足したか海軍大臣。大和型戦艦5隻まだですか。全然満足してないじゃん。場面変わってヨーロッパ、スペインでは内戦が勃発したよ。事実通りだな。君主主義、ファシスト、マルクスに騙された赤ども、どこが勝つのかはわからないね。明らかな偏見がありましたよ。フィリピンがインフラ建設に協力を依頼してきたので影響下に入れるために支援開始。国家方針の丸三計画の影響で新しく空母2隻と戦艦2隻が間もなく完成するよ。これは嬉しい。ちなみに大和型はありません。戦艦長門の主砲を参謀本部へ。それはマジでシャレにならないからやめて。1937年6月になると合衆国政府は陥落、社会主義アメリカが優勢とのこと。最悪かな。ロシアでは新しい皇帝が就任、共和制から絶対王制に転換したよ。内戦で不安定化したロシアには絶対権力が必要だったんだろうな。とここでバルカンで戦争が発生。戦勝国のブルガリアに対してルーマニアとセルビア、ギリシャ、さらにはオスマン帝国までが攻撃を開始したよ。ブルガリアの敗北は確実だね。弱い者いじめかな。怒られ属性があるブルガリアの一方で、オーストリアが独立を求めるハンガリーに懲罰戦争を開始。火薬庫が火薬庫してるね。東南アジアではさらに独立が加速、スカルノが独立戦争を開始したよ。2個師団派遣してあげます。ここでトランスアムールでクーデター未遂が発生、コルタークを殺害しようとしたみたい。シベリアの属国でも情勢不安だな。何か陰謀を感じるね。とりあえず関東軍を出動させて治安回復を目指すよ。その上でコルチャークを退任。関東軍の指示のもと、大将軍が属国ロシアの指導者になったよ。ひとまずは安定化したけど、帝国主義のロシアは奪還を示唆していて、関東軍の強化は必須だね。彼らの役割が増加したな。1938年の3月になると大清帝国が中国の領土統一を宣言。大日本帝国の支援する上新天国に攻撃を開始したよ。背後から突かれる形になった今、崩壊は時間の問題だな。これで日本が中国に手を出す手段はなくなった。失礼いたします。君か、要件は何だ。外務省からの連絡がありまして、満州に存在する我が UFO 法人政府は中国統一を開始するとのことです。そうか、日本の支持を求めてきていますが。それは好都合。本土の部隊を戦闘態勢に移行せよ。我々は中国に宣戦布告する。次回、日中戦争。ご視聴ありがとうございました。